忠だ公園は東京都町田市にある都市公園。1977年に第1区域が開園。その後は八つ部を中心に公園を拡張する形で、1997年に第2区域が開園し、現在に近い形となる。広さは約8.1ヘクタールで、園内にはソフトボール場などがある。敷地は忠だと山崎町が入り組んでいる。 多摩丘陵の典型的な野党の地形を生かし、園内には鶴見川の支流の一つである山崎川の源流が存在し、1日約1200トンの遊水が出ている。また、八つ部の周囲は樹林地が多く、豊富な植物や昆虫、水生生物などが生息している。指定管理者制度に基づき、ソフトボール上の管理運営は2019年3月まではチーム町だが、 2019年4月からは町田 ATK スポーツパートナーズが行っている。忠だ公園大橋は公園東側で進められた公園拡張整備の際に建設された町だとし、計画道路3.336号線の道路橋で公園やつぶを縦断するようにかけられている。1996年8月30日に開通し、完成当時は 町田市内でもも長い橋だった。町田街道のバイパスとして1961年に都市計画決定されたもので、整備は東京都が行い、将来的には道路線が多摩都市モノレール路線延伸時の導入空間となる予定で、橋脚は将来のモノレール導入に対応した構造となっている。また、橋脚や橋桁は剥き出しではなく、 化粧板が取り付けられており、周辺の環境に調和するように配慮したデザインが採用されている。橋梁の歩道部分は、東側が福音3.1メートル、西側が福音6.1メートルと非対称の構造となっているが、これは橋梁の途中に展望スペースを設けたためだが、実際には背の高い防護柵が設置されているため、橋の上から公園を眺めることは、 難しい構造になっている。なお、橋梁から直接出入りできる公園アクセス路は設けられておらず、公園に立ち入る場合は橋を迂回することになる。ありがとうございます。